なぜ断食ダイエットがリバウンドしにくいのかということについてお伝えしていきます。私が断食ダイエット取り組んでいる目的の一つは今の体型をキープすることなんですね。ですから今回も、断食行ったことでリバウンドせずにキープすることができております。またこの断食をしますと味覚が研ぎ澄まされて、正常化しますので、もうとにかくですね、そのご飯が美味しく感じるんですよね。今朝も玄米もち麦がゆを美味しくいただきました。この動画をご覧いただきますと断食ダイエットがなぜリバウンドしにくい体になれるのかというその理由とですね、具体的な内容についてポイントでお伝えしていきたいと思います。でまたこの動画の最後に私が食べております回復食、断食明け後の食事メニューを公開してまいりますので、最後まで楽しみにされていてくださいね。では早速本題に入っていきましょう。まずは全体像です。ファスティング断食7日間プログラムです。初日2日目準備期2日間、3、4、5日目ファスティング期、断食期3日間、6、7日目回復期2日間で、今日私がいるのはこちら最終日7日目回復期、2日目を迎えているんですね。では今回この動画ではこの断食をすることでリバウンドしにくい体になりますということをまとめて今からお伝えしていきたいと思います。でまずなぜその断食をするとリバウンドしにくくなれるのかというその理由についてお伝えしていきますね。それは断食をしますと味覚が正常化するからなんです。ですからリバウンドしない体になれるということなんですよね。でここから例え話していきますね。例えばデブ菌と呼ばれる悪玉菌がありますね、腸内に。でこの悪玉菌が好む食品ってあるんです。例えば小麦製品であったり、白砂糖を使った甘いおやつであったり、酸化した油を使った例えばポテチのような、こういったものをこう日々食べていらっしゃる方というのはもう味覚が正常ではないんですね。もう麻痺してしまう。そうすると何が起こっているかと言いますと、このデブ菌がこう好むような食品をどうしてもそういう味覚になってしまっている方はね、食べてしまうんですよね。もうやめられない、止まらないです。もう食べて食べてやっぱり食べ続けてしまう。なぜかというと先ほどお伝えしたような食品は中毒性があるからなんです。一度食べ続けるともうやめられないんですね。ただこのファスティングをすることであなたのその狂ってしまった味覚が正しく正常化するわけですから、かえってこういったデブ菌が好むような甘い食べ物、小麦製品であったりポテチであったり、そういったその食べ物をですね、こう食べたいってね思わなくなっていくんですよ。これすごく不思議なんですね。私もそうなんですけれども、過去はもう朝昼晩お菓子でも OK っていう人だったのに、もう今全くお菓子こう自分で買って食べたりしないんですね。たまにいただければ美味しくありがとうございます食べますけれども、本当にそのこうわざわざ買って食べたいって思わなくなっていくんです。で私のクライアントの方、この断食ファスティング取り組んでる方も、今まではそのこうパンの香りとかこういい香りじゃないですか。で確かにいい香りなんですよ。パンもパン屋さん前とか取るとあいい香りと思いますよね。ただ以前はその香りを嗅ぐとこう本当にもう無意識にもお店に入ってパンを買って食べていたのが、ファスティングを取り組まれてからは、いい香りだなと思うんだけれども、別に買って食べようと思わないとおっしゃってるんですよね。先生って、空腹と食欲って違うんですねっていうことを改めて実感しましたっておっしゃってくださったんです。すごく嬉しかったですね。この違いは何かと言いますと、結局そのお腹が空いたら召し上がってもらえばいいんです。こういったら逆に食欲というのは欲ですから、もうただ単にそのお腹が空いてもないのにもう欲に負けて食べてしまうわけです。これが続くと太っていくのは当然ですよね。ですからここでファスティング断食をすることで、あなたはその麻痺してしまった食欲を一回リセットして差し上げて、そういったものがこう欲しいって思わない、やっぱり根本的な体に変わる必要があるということなんです。もうここを私は強く大事ということでお伝えしていきたいと思います。ですから断食をすればリバウンドしにくくなるという理由がお分かりになったと思うんですね。
さあここでまとめです。今回のお話は断食をすることであなたの麻痺してしまったデブ菌を好むような味覚がちゃんとリセットされることで正しい味覚を手に入れて、そして痩せ菌と呼ばれる善玉菌が好むようなお食事です。そういったのが美味しいと心からですね毎日楽しんでいただくことができます。イコールリバウンドしにくい体を手に入れることができますということをお伝えしました。さあ、今回の動画の、本編は以上になります。でここで、動画の最後に私がこの回復食品ですね、食べております、あの回復食のメニューをご紹介したいと思います。こちら豆乳、スープ、野菜スープなんですけれども、あのベースはその豆乳と、味付けはですね味噌を使います。で旬のお野菜を、ゴロゴロ入れてですね今回美味しく食べました。また、この動画実はこの断食であったり、腸活をですねお伝えすることでアラフォー女性が健康で綺麗に痩せるための情報を毎日発信しております。ですので高評価ボタンですとかあとチャンネル登録していただきますと、嬉しいです。私の励みになっております。どんどんご参加ください。でまたこの断食ファスティングご興味ある方は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ぜひそちらからご登録後いつでもご相談ください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。